8月4日月曜日、時刻は午後9時を回りました。皆さんこんばんは。 DJ の大西隆文です。今夜は東京半蔵門ではなく、やってまいりました長野県 JR 佐久平駅1階の FM 佐久平特設ステージから生放送をお送りしてまいります。よろしくお付き合いください。いやー、今日はまたたくさんの方にお集まりいただきまして、この放送機の方は今全国でいらっしゃると思うんですけど、FM 佐久平さんのホームページにアクセスしていただければ、今の私の映像が流れているとユーストリームで見れますので、ぜひそちらの方もご覧になってみてください。通常ここのステージというのは噴水になってまして水が出てるんですけど、今日はその水を止めまして、私今そのステージに上がっているわけなんですけれども、高いところから失礼いたします。で、まあ、僕は昨日のですね、午前中に長野に入って、で蓼科の方に行って、まあ、これ全部ツイートでアップしてますけど、もうね、自然を満喫してきました。その辺のお話はまた後ほどゆっくり10時台後半にですね、蓼科町観光課の大沢隆秀さん、この方がまたね、面白いし詳しいし、後ほどまたゆっくり話もしてみたいと思います。で、9時台はまずは後半ですけど、まあ、ここ FM 佐久平人気放送局です。で、人気パーソナリティの前島さんがですね、ちょっと登場していただいて、で、まあ、人気番組なんかもいろいろとご紹介していこうかなと思ってます。実は今ないと聞いてらっしゃるリスナーさんで、全国にいらっしゃる方で、やはり今スマホとかあとパソコンでも聞けるので、それで全国からここに今メールが来たりもしてるようなので、まあ、その辺のちょっと話もねしてみたいなと思ってます。で、今日はなんて言ってもプレゼントもあるんですよ。ユーストご覧の方は私の手前にあるこちらです。これ蓼科の、もう前回もラジオの中でもやりましたけど、こう美味しいストレート果汁のこのリンゴジュース、これをね、今日はリスナープレゼントでお出しします。で、もろもろね含めていろいろあるんで、ちょっとまずプレゼントの告知しておきますね。蓼科産のリンゴジュース、それから蓼科町のマスコットキャラクターのシーナちゃんのストラップっていう、これ非売品なんですけど、これも3名様。そしてかりんとうセット、これは試食していろいろ味見した結果、これ非常においしいということで、りんご味、そば味セットで、あとシーナちゃんストラップ、これも非売品ですけど、2名様プレゼント。で、さらには昨日ちょっと行ってきたんですけど、蓼科にテディベアの美術館があるんですよ。で、そこで私が吟味しまして、幸福のテディベアという、これもお土産で買ってきましたので、それは今ここにないんですもんね。はい、なのでその辺もトータルで6名様プレゼントありますので、どれが欲しいか必ず明記の上、ちょっとファックスの方はいつもの宛先とは違うんで、こちらまでお送りください。佐久平の方です。ファックス番号は 0267-65-8880 0267-65-8880 番です。今なんか新幹線のアナウンスが聞こえてるかもしれないですけど、すいません。それからあとメールアドレスはいつも通りで大丈夫です。night@musicbird.co.jp night は NITE です。ぜひぜひ皆さんのご住所とお名前書いてお送りください。それからツイートではご応募できないんですけど、つぶやきももちろん今夜も大歓迎です。私昨日からかなりの回数つぶやいてて、それに対していろいろと皆さんもお答えいただいているので、あ、もう来てますね。ラジオネームファーストゴールさん、大西さん、ユーストリーム映ってますということで、どっちでしたっけあっちでしたっけ、あっちでしたっけ、どうもですって感じで、それからですね、こちらはですね、FM 佐久平に到着、あと5分で番組開始、すでに盛り上がってますとくれてますし、それからナイトネームマロさんからも、浴衣着こなしてますねということで、そうですね、頑張りました。ユーストのご覧の方は今日私浴衣なので、ぜひその辺も、普段二十何年ぶりに浴衣着たんでね、その辺もちょっと見てやってくださいということで、まあ、内容盛りだくさんで今夜また3時間お送りしていきます。よろしかったら最後までお付き合いください。ではプレゼントの紹介等々はまた改めて告知もしますが、今言った中でね、もうぜひ欲しいという方はエントリーしておいてくださいね。お待ちしております。では早速1曲目、いつものようにガツンと激しいのから言ってみましょうか。今日はジューダスプリーストご用意しました。81年のアルバムから Heading Out to the Highway。
さあ、ツイートもいただいてるんで紹介します。シンガポールで聞いてくれてるキャンディーさんですけど、本当に大西さんガラケーでツイートチェックしてるんですねという、見てお分かりの通り手元にガラケーです。はい、嘘ついてないですよ。それからですね、これは TKI さんでいいのかな、待ってました大西さん、浴衣似合ってますよということでありがとうございます。最後まで極上サウンドいただきですということで、はい、まだまだあのツイートも大歓迎です。それからさっきも言ったようにプレゼントもありますので、よろしかったらエントリーしておいてください。ファックス番号はいつもと違いまして佐久平の方です。ファックス番号 0267-65-8880 0267-65-8880、 E メールの方は普段通り night@musicbird.co.jp ナイトは NITE です。立科のリンゴジュースとマスコットキャラクターのシーナちゃんストラップセットの3名様か、かりんとうセットプラスシーナちゃんストラップ2名様か、立科のテディベア美術館の幸福のテディベア1名様かということで、ご希望の商品書いておいてください。お送りしたのはまたまた 80s ZZ トップ Give me all your loving でした。さあ、というわけで今日はまあちょっといつもとは違う雰囲気で生放送をお送りしてます。まあ、やっぱりあの目の前に皆さんがいらっしゃるとなんかやっぱいいですね去年も思ったんですけど、ありがとうございます。ではちょっとファックスメールもいただいているので紹介してまいりましょう。 FM 日立で聞いてくれているラジオネームタモさん、お兄さんこんばんは。今週もお待ちかねザナイトです。お久しぶりです。実は明後日入院なんだ、なので久々にペンを取りました。入院中はないと聞けないのが残念なんですけど、ね、またあの元気になって、ね、退院されてからまたファックスください。で今日ねリクエストお願いします。これ本当に偶然なんですけど、実はいただいてるねタモさん、あなたが書いてくれてるリクエスト今日この後10時台にかかる予定ですんで、これ偶然の一致なんですけど、全くあの打ち合わせも何もしてないですけど、なのでまあぜひ楽しみに聞いててください。それからですね、こちらは、LCVFM で聞いてくれているキーフィットさんですけど、ようこそ長野へ。今日は生のそれも浴衣姿の大西さんにお会いできて嬉しく思ってます。長丁場ですけど頑張ってくださいませ。番組プロデューサー荒木田さんにもお会いできてよかったです。今そこで座ってるのがプリティ荒木田でございますラジオネームボンさん、三重県で聞いてます。浴衣いいですよということでありがとうございます。それからですね、こちらもツイートでいただいてたんですけど、高知のビンボンさんですね。今あの四国すごい雨降ってちょっと大変なんですけど、この時間大丈夫でしょうかね。で昨日からツイッターに爽やかな画像がアップされるたびに、この天気の差とはすごいなとぼやきまくっておりました。そうですよね、あの長野はもうずっとここ数日間いい天気で、あの立科の方はさらに標高が高いので、あの非常に涼やかなんです。あの佐久平来た時も涼しいなと思ったんですけど、向こうに行ったら向こうに行ったで、あのもうクーラーの中にいる感じでね、もう天然の涼やかなクーラーで湿度もね低めでっていう感じでね、ちょっと四国の方心配ですけどね、高知のビンボンさん、よろしかったら最後までお付き合いください。それからこれはコージーさんツイートでいただいてます。生放送視聴ナウ、浴衣かっこよす、ありがとうございます。ということでね、もうツイートも、ね、ぜひ皆さんお寄せください。で先ほどのプレゼントもう一回言っておきますけど、これね実は今日23時30分に締め切らせていただきます。で今日中に、あの以前はね翌日まで持ち越したんですけど、あの東京の半蔵門からやったんですけど、今回はもうここであの6名様プレゼントを当選者の方は決めさせていただいて、あの、まあ、発想を持って発表と開始させていただくんですけれども、まあ、今日中にもう決めてしまおうということで、せっかくですから、なのであの23時30分までに送っておいてください。立科さんのリンゴジュース、目の前にありますこのストレート、これなかなかね本当に絶品ですから、もう飲んだら癖になること間違いなしです。シーナちゃんストラップセットで3名様、それからかりんとうセット、これもあのリンゴとそば、これがなかなかねあの美味しいんですよ、後を引くんですよ。ストラップセットで、これも2名様で、最後にテディベア美術館の幸福のテディベア1名様ということで、まあ、どれがいいか3パターンありますんで、あのその種類を書いていただいてお送りください。ファックス番号は 0267-65-8880、E メールの方は night@musicbird.co.jp ナイトは NITE です。ツイートもぜひ、よろしかったらフォローもお願いいたします。では変わっての曲いきましょうか。この曲もねよくリクエストいただくんですよ。このちょっと虫の音から入るところがなかなかいい感じな WAM お届けです。クラブトロピカナ。
お届けしているのはワムクラブトロピカーナ、まあ、この曲も本当よくリクエストいただきますけど、いい曲ですよね。今夜はスタジオ半蔵門から飛び出して FM 佐久平公開生放送でお届けしております。メッセージリクエストまだまだ受付中です。まあ、リクエストは次回は8月中旬頃になりますけど、ファックス番号は 026765-8880、 E メールの方は night@musicbird.co.jp、 night は NITE です。ではメールも紹介しましょう。これはですね、北九州のチキン南伐さん、お兄さんこんばんは、公開放送を楽しみにしてます。何かサプライズを期待しています。サプライズなんでしょう、プレゼントありますよ。あとまあ私の浴衣もまあサプライズちゃサプライズなんですけどね。あ、で話変わりますけど、先日購入したジャンク藤山さんの風待ちドライブ、週末何度も聞いてます。驚いたことがありまして、ジャケットのイラストを渡瀬製造さんが描いてますが、北九州の方だったということで。そうなんだ。今回ジャンクさんのあのジャケのイラストはね、爽やかな渡瀬さんの映像、イラストになってますけど、北九州空港のロケーションだとすぐに気づきましたという。あ、それは僕は知らなかったですけどもね。大切な一枚になりましたということで、ね、またジャンクさんにもスタジオにもね来ていただきましょう。それから、これはですね、ツイートでいただいてますけど、FM 豊橋で聞いてくれている磯さんですね。さすがに大西さん声のテンションが違いますね。だってね、これだけ皆さんが集まってますから嬉しいんですよ。それからね、これは花さローズさんでいいのかな。大西さんこっち見てください。こっちだからこっちかこっちですね、はい、こんな感じで、はい。それから他にもツイートもいただいてるんですけれども、メールの方にしましょうかね、せっかくですからね。北海道ラジオネームさすらいの夢旅人さん、月曜日の放送、長野県佐久平からの公開生放送ということで、そちらの天気はどうなのかが少し気になりつつ、9時のスタートから番組聞けそうです。聞いてますか。8月に入って猛暑が続き、連日真夏日になる気温でした。昨日まで函館市内では港祭りでイカ踊りなどのパレードが行われて観客を魅了しておりました。長野にも五稜郭のような五角形の、城郭があるそうで、機会があれば行ってみたいと個人的に思ってますという。あ、そうなんですか。あるんですかね、長野の方ご存知ですか。あ、そうです、うんって言ってるんで間違いないですね。ぜひいらしてください、さすらいの夢旅人さん。さあ、それからですね、これは誰でしょうね。あ、ファーストコールさん、さっき紹介しましたよね。これは北海道の金さん。昼間からツイート見てましたけど、いいですね、涼しそうで、札幌は今日もムシムシです。そのためか会社のクーラーにやられてしまいました。冷房嫌いな金です。この時間聞いてるかどうか微妙ですね、じゃあね。ということでね、まだまだお待ちしてます。あとはキーホルダーの方も今日お買い上げいただいた方が圧倒的に多いんですけど、まだまだ好評発売中です。今ならカードもついてますので、よろしかったらお土産にぜひという感じで。あとこの放送機の方はまた改めて同じキーホルダーはちゃんと発売の方もしますので、まあ、少々お待ちくださいという感じで。さあ、では変わっての曲お送りしましょう。変わってはですね、これもなかなかね渋い一曲なんですよ。もともとはスティービーワンダーの名曲ですけど、おしゃれにカバーです。シダーウォルトン、アナザースター。
はい、いかがでしょうか。まあ、もともとのスティービーのアナザースターもむちゃくちゃかっこいいんですけど、このインストもね、この暑い夏にクールな感じでいいと思いますんでしょうか。でツイート紹介しますね。ドイツから来ましたよ、ドイツの猫の手さん。時差7時間のドイツ猫の手です。なんと便利ですね。ライブストリームで動く大西さんが見れてます。ワムも懐かしいです。ドイツも湿気が多くて空気がトロピカーナって書いてますけどね、お大事にというか気をつけてください体調管理、ね、それからクラブトロピカーナワムと一言くれてるのは、まあ、これがまさにあのツイートなんでしょうからね。これ誰でしたっけ、ギラフィーさんでいいのかな、ギラフィーさん、あ違った、フラジーさんだったフラジーさんありがとうございます。それからですね、こちらは熊本から一文字のぐるぐるっこさん、今日はそちらに行きたかったんですけど泣く泣く熊本で聞いてます。大西さんのツイッターで知り合った方がそちらに行かれてます。またそちらでのことをツイッターで送ってくださるそうで楽しみですということで、あぜひぜひツイートしてください。それから名古屋の哲さんからもね、いただいてますけど、あこの会場にいらしてる黒の、MTV の T シャツが私ですという、ああ哲さんいつもありがとうございます。いやこうやってね皆さんのお顔が目の前で見れるってのはいいですね。まだまだファックスメール大歓迎というか募集中です。プレゼントのエントリーもお待ちしてます。ファックス番号は 0267-65-8880、 E メールの方はいつも通り night@musicbird.co.jp、 night は NITE です。この後 CM を挟んで9時台後半前島さんも登場しますし、その前に1曲またお届けします。
いつもだったら半蔵門スタジオから生放送でお送りしているんですけど、今日は長野県の佐久平、またまた昨年に引き続きお邪魔しております。公開生放送でお届け中です。おかけしている曲、今日も日中全国的に気温が上がったと思うんですが、でも佐久平また立品の方はもちろんなんですけど、気温は低めだったんですけどもね。でも佐久平帰ってきて思ったんですけど、やっぱ暑かったですね。今日29度ぐらいまであったんですよね、確かね。なんでまた涼やかな一曲、ボビー・ハンフリーサンセット・バーガンディーお届けしております。ナイトネームシェイプ3さんからメールが入りました。ツイッターの写真拝見しました。天気に恵まれたようで何よりです。東京地方今日も相変わらず蒸し暑いですけど、そうびっくりしましたよ。今日ニュース見て午前中から30度超えで湿度 60% 超えっていうんでね、風が強く幾分かまだマシなんですが、私が司会者ですのたすききっと浴衣にお似合いだったかと思います。せっかくソウルサーチャー吉岡雅治さんがね、寄贈してくれたんですけど、今日忘れちゃいました。僕のロッカーに置いてきてしまいました。また機会があったらというかね、つけることにはなると思うんですけれどもね。いや、司会といえば今日は番組前にここの会場の皆さんをものすごい雰囲気で盛り上げてくれた方が今隣に座っております。 FM 佐久平パーソナリティの前島雅彦さんです。どうもです。 DJ の前島です。どうも。普通でいいですよ。大丈夫ですか。普通ですよ。大丈夫ですか。1年ぶりにお会いして相変わらずお元気で、はい、よかったですよ。いや、僕もですね、本当にお兄さんと会えるのを楽しみにしてました。本当ですか。はい。YouTube で映ってるんで、はい、表情が。いや、いいんですよ、いいんですよ。いや、でもね、相変わらず忙しくされてますね。そうですね、もう忙しいのが取り柄みたいな人間ですからね、もう忙しくなければ前島じゃないという感じで毎日頑張ってます。お、言いましたね。はい。で、FM 佐久平さんというと、最近うちのナイトリスナーの方も、はい、ちょくちょくいろんな番組にメール、ファックス送られてる方がいるようで。そうなんですよ。もう本当にですね、北は東北、そして南は九州、たくさんの方、このナイトから生まれた輪、これぞラジオのコミュニケーション。This is night。あ、そうですか。はい、そんな感じがしますね。で、基本的には前島さん今何本番組されてるんでしたっけ。数えたことはないですけれども。ちょっと待って、1週間そんなにやってんの。もうやれと言われたら、何でも。はい、そうなんですね。もう10分前ぐらいに決まる番組もありますからね。はい、お前やってこいということで。はい、やってこいってそれ、はいはい、いいですね。はい、で、基本的に今ご自身の番組何本、ここで紹介できるやつを。今はですね、基本的には毎週金曜日、はい、午前11時から午後3時まで4時間生放送の、はい、フライデーエクスプレスという番組があるんですね。フライデーエクスプレス、フライデーエクスプレス3回言っちゃいましたけど、もう十分です。すいません。はい。この金曜日の超特急という番組で、週末情報、そして4時間のオールリクエストということで、はい、大西さんをなんとかですね、僕も参考にしながら、そして師匠のトークをぜひ見習うべくですね。何をおっしゃいますか。僕野球の実況なんてできないですから。よくご存知ですね。いや、知ってますよ。はい、だから今ちょうどその甲子園のね、はい、予選が終わって優勝校がそういえば佐久の調整高校。そうなんですね。このスタジオからもう本当歩いていける距離なんですが、はい、佐久調整高校という高校がですね、見事長野県の代表になりまして、はい、はい、8月9日に開幕する甲子園大会、ね、おめでとうございますという感じで。ありがとうございます。で、今日実はね、昼間軽くランスルーやった時に、はい、その佐久調整高校の女生徒さんが、女子高生さんが来て、はい、私のサインを求めて帰ったんで、非常に貴重な方だなと。あ、いやいや、今でもね、大西さんね、地元この佐久の女子高生の間では、DJ 大西はですね、いや、そんなことないでしょ。来てますよ。そんなことないでしょ。皆さん女子高生じゃないじゃんっていう話だよ。いや、ね、元女子高生の方もいるから。いや、やっぱり高校生あたりだとね、某スクールブロックかなと思ったんですけど、そうじゃなくてちゃんとここ聞いてくれてるっていうから僕はちょっと安心したんですけど。そうですね。で、それで聞いたら、はい、うちの高校今度甲子園行くんですって言ってたから、そうなんですよね。あ、それすごいねってことで、はい、で頑張って応援してきてね。で、その子もね、受験生だったから、はい、来年の受験も頑張ってっていうことで。もう大西さんから頑張ってなんて言われたら、ね、もうその子必ず合格するじゃないですか。頑張ってほしいですけどね。はい、で、話戻しますけど、はい、戻しましょう。はい、人気番組ってのはどんな番組があるの。例えばちょうどですね、私ども昨年が開局15周年を、はい、迎えることができまして、大幅な番組改編をしました。はい、もう自主番組に力を入れて、朝は7時からのワクワクモーニング、はい、これ DJ 哲郎中村、
はい、この軽快なトーク&ミュージック、うん、ぜひ皆さん聞いてくださいね。朝のお目覚めは DJ 哲郎。そしてですね、11時からはこれもお昼時のラジオコンシェルジュという番組がありましてね、ええ、これも2時間の生なんですが、ええ、そして夕方4時からは再び生放送番組、うん、朝昼夕の、まあ、ベルト番組で今生放送を作りまして、はい、まあ、さらにこの佐久平出身の偉人先人なんかを紹介する佐久の先人という、これね、日本史ファンの皆さんはぜひ聞いてもらいたいんですけども、大西さん、野球つながりで、はい、佐久平出身で、早慶戦で、あの大学の早慶戦、早稲田慶応の早慶戦で、はい、初めて勝利投手になったのが、うん、佐久平出身の桜井弥一郎っていうですね、ちょっと野球マニアックな人が詳しいですね、はい、詳しいですね。そんな方も佐久にはいるのですね、はい、そんな佐久出身の偉人先人を紹介している番組なんかもあるんですね。詳しくはうちのホームページからアクセスしてもらえれば、いろんな番組が載っておりますので、今あのスマートフォン、それからさっきも言ったようにパソコンでね、あの簡単に消えちゃうんで、そうですね、そこからまたね、あのファンの方も広がっていったりで、長野を離れてる方もやっぱりちょっと懐かしい、聞きたいなと思う方でもやっぱり遠くからアクセスできたりしますからね。そうですね、やっぱりそれがラジオの持つ力ですよね。必ず夜9時にチューニングすれば DJ 大西の声が聞こえる DJ の大西です。いや、ね、似てるんだかどうなんだかよくわからないですけど、全国に流れるわけですよ、大西さん。そうですね、この声を聞いた瞬間にきっとね、皆さんは本当一日のクールダウン、はい、やっぱり最後は大西さんの声じゃないと、ありがとうございます、という方はね、皆さんそうですよね。変わらず面白いですね。いやいやいや、大西さんに教わった通りやってるんですよ。いや、はい、教わってないでしょ、何の打ち合わせもしてないじゃない、はいはい、本当にもうね、いやいや、でもこんな感じでこの夏も、はい、あ、でその佐久の調整高校の取材とかも全部されてるんでしたっけ、はい、行きましたね、ちょうどね、決勝戦が約1週間前になるんですけどもね、はいはい、4時間を超える試合になったんですよ。あ、そうなんだ。でそれを、まあ、僕も実況することができて、もう本当にですね、僕もいろんなこうスポーツ実況を今までしてきたんですが、あんな試合は見たことなかったですね。え、実況はもうどれくらいされてるんでしたっけ。実況は長いですね、もうスポーツ実況でかれこれ10年近くいろんな経験してきましたから。だから元々は、はい、スポーツ中継をやりたくてというところだったんでしたっけ。そうですね、自分もともと報道の出身なので、まあ、のニュース報道ですとかね、そういったスポーツ、そういったものをずっと追いかけてきていたので、やっぱり割とこうそういうのは好きなんですよね。そして、まあ、事実は小説よりきなりなんていう言葉もありますけども、やっぱどんなに作り上げられたストーリーよりも一つのこう事実といいますかね、こう試合の方が本当にこう大きな感動が届くんじゃないかなと思ってるんですね。熱いですね、熱いですね。いやいやいや、あと前島さん自身はスポーツなんかやってましたっけ。僕は昔は野球をやっていて、で最近趣味がトレッキング。はい、嘘だろっていう嘘だろ、それはないでしょう。なんか最近いいトレッキングされてきたっていう。やりました、後で詳しく言いますけど、はい、でもね、これぶっちゃけ本当は別に何でも容姿でも何でもなくて、やっぱり運動することって、僕はほらインドアだからあんま外出なかったんですけど、普段だけど改めて思ったのは、やっぱり大自然の中でこう景色がこう目まぐるしく歩いてると変わっていくわけですよ。でそれがやっぱり作られたものじゃなくて自然のものだから、なんかエナジーを感じるんですよ。それ後で聞いたらパワースポットにもなってるっていう話で、ですね、やっぱりそういうことなんだっていう。だからコンクリートアスファルトばっかりのところにいると、やっぱりああいうところでたまにこうやっぱり空気を吸わなきゃいけないなっていうのはね、正直思いましたけどもね。で大西さんが昨日歩かれた蓼科というのも、この信州の中でもですね、はい、非常にこう人気のスポットなんですよね。こう皆さん信州というと、ね、いろんなこう観光地、避暑地連想すると思うんですが、最近本当蓼科というのがかなり人気がありまして、うん、昨日行かれたところも今全国的に話題の観光スポットなんですよ。はい、ねえ、で今ねちょっとツイートも来たんですけど、はい、FM 雪国で聞いてくれてる愛車さんですけど、はい、ラジオの前の自分も興奮気味でした。で1年ぶりのアルパカちゃんの写真可愛いですねということで、そうアルパカちゃんもね、去年とは違うアルパカちゃんだったんですけど、はい、すごい可愛いね、つぶらな瞳の写真をツイートでアップしてるんで、まあその辺もね、またよろしかったらチェックしてみてください、ということで前島さん、はい、今日は浴衣で来るって僕ねメール送りましたよね。僕は浴衣で来ますよ、だどうですかって言ったらスルーされちゃったんですけど、
なんで？いやいや、僕なんか浴衣着るにはまだ30年早いですよ。いくつになるんですか、はい、あなた。まあそれだけ長くね、あの実況でもねできれば言うことはないですけど。そうですね、これからもね魂の実況していきたいと思うんですが、大西さん、今日ね、はい、僕ねせっかくこの放送、まあ、全国生放送流れてるんで、ええ、ぜひ大西さんに一つ聞きたいことがあったんですけどもね。何でしょうか。逆に質問ですか。逆質問です。大西さんがこの DJ を目指したきっかけというか、なぜまたこの世界に入られたのか、ぜひこれ聞いてみたかったんですけど。もうでも前から言ってるかもしれないですけど、はい、単純に今音楽が好きだったっていう、本当に。でしかも僕はブラックミュージックがもともと本当好きで、小学校の頃からこう内緒で米軍放送とか聞いてた口だったの で、 でその頃はやっぱり曲名とかも全然分からず聞いてて、でファン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 って今ありましたけどね、あのでその頃からやっぱりこう気になって気になって聞いてて、でそれがやっぱり後々、あこの曲の元ネタはこれなんだとかっていうので、後でいろんな発見していくうちに、すごいあのいい音楽があって、それをラジオでいっぱいみんなに紹介したいなっていうのがきっかけでしたね。今までで一番印象的な曲アーティストっていうのは、もうありすぎてキリがないです。強いて言えばよくそれもね、僕も逆に質問する立場だとそういうこと聞くんですけど、一、はいはい、人挙げるって難しいのよ。ああ、まあそうですよね、うん、だけど今日かけてる中でも、例えばさっきのスティービーのカバーとかかけましたけど、スティービーワンダーもそうだし、あと番組でよく出てくるんだったら、そうですね、あのルーサーバンドルス、もう亡くなりましたけど、ルーサーバンドルスなんかも僕すごく好きだし、前島さんは、はい、あんまりブラックは聞いてないんだっけ。はい、あ僕はですね、ちょっとこだわっちゃいますよ。ああ、なんでしょう。チューブ。はい、夏はチューブ。はい、ということで、はい、まあそろそろお時間が、はい、そうですね。はい、いやチューブいいですよ。いいですよね。いいですよ。もうね、チューブ聞かないとね、始まらないな。はいはい、なので、で今日はあの8月4日というと、はい、今日は8月4日だから、はい、何の日か知ってます？8月の4日。今日は何の日とかってやってない番組？やってますけど。覚えてないですか？ちょっと忘れちゃいました、皆さん8月4日っていうと何か記念日大きなのありましたっけ。8月4日、8月4日っていうと、あれちょっと、あれあれちょっと待って、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 おめでとうございます。今日実はね、前島さんのね、あの何十回目か知らないけど誕生日なんですよ。41回目。それはちょっといいんですけど、ちょっと本当に泣きそうなんですけど、ちょっと待って、あ、本当ですか。グレネコさんからいただいたケーキ、はい、ちょっと待ってください、本当ですか。そうですよ。こんな演出ありですか。あれです。今ね、運んできてくれたのが立科町の大沢高秀さん。後でまた出てきます、登場します。この方が達人なんですよ。もうね、何でも知ってる、もう顔も広い。知らない人立科町いないんじゃないかって、まあ、去年も言いましたけど、はい、じゃあちょっと吹いて消してください。ちょっと待って、ほんとちょっと待って、すごいなんか込み上げてきちゃったんですけど、俺生放送にもかかわらず。いいんですか。どうぞ。じゃあすいません、皆さんありがとうございます、本当にありがとうございます。ありがとうございます。いやなんか本日これまずいですよ、これ言っといてくれなきゃ、本当に、ね、生放送放送事故来ちゃいますよ本当に。言ったらつまんないじゃないですかね。いや僕も知らなかったっていうか、前ねリスナーからね、実は8月4日前島さん誕生日なんですって、はい、そうか、なんか持っていかなきゃねって言って、すっかり忘れてたんですよ。そしたらあのちゃんと皆さん用意してくれてたんで、あもうこれに乗っかっちゃおうと思って、おめでとうございます。いや本当すみません、最高の誕生日です、皆さん本当ありがとうございます。はい、じゃ あ, あのこれ気をつけて、せっかく持ってきたばっかりですけど、はい、お持ち帰りください。すいません、ありがとうございます。いや本当嬉しいです。ということで、あの、あすいませんね、大沢さん、あのすみません、この時間の、登場ゲストは FM 桜平で、もう本当にね、実況から報道からもういろいろとね中継まで行く前島さんでした。ハッピーバースデー。いや本当皆さんありがとうございました。そして大西さんもありがとうございました。ありがとうございました。
さあ、変わってお届けする曲、渋めのイタリアのジャズです。ベラルディジャズコネクションザ・ドリーマーをお届けしてます。まあ、今日はあのね、さっき来てもらってたあの前島さんの誕生日ということで、いや本人ね、本当泣きそうになるぐらいね、あの感動しましたよ。汗かきながらね、あの辺がやっぱ人柄って出ますよね。その辺までちょっとユーストで映ったかどうかあれですけどもね、ハッピーバースデーという感じで。でも41歳だったんだ。ちょっとそれにびっくりしましたけど、はい。ラジオネーム、これはお兄さんこんばんは。つい最近ガラケーから、ガラケーに変えた愛知の茶子氏です。ユーストリーム見てます。ガラケーを操作している大西さん、片手操作が超親近感です。これですか？これですか？もう本当アナログティックな感じで、今いないでしょ、こうやって番組中にね、携帯のガラケー片手にやってるね、人なんて、そうそうは、浴衣似合ってますよということで、ありがとうございます。それからプレゼントのエントリーも続々いただいておりまして、岩手県の奥州市で聞いてくれているアニバーサリーさん、テディベアのプレゼント希望ですということで、あ、幸福のテディベアね。はい。これはあの、私が悩んで悩んで、結果、これがいいかなと。いや、ラブリーなやつもあったんですけど、まあでも幸せの方がいいかなと思って、テディベアね、エントリーしておきます。それから、こちら、ファックスで、北海道稚内から、ジャイアント高橋さん。あ、明日45歳に誕生日なんだ。アビバス。はい、皆さんのね、拍手の音も入ってますよ。プレゼントはリンゴジュース希望ですということで、いやこれでもむちゃくちゃうまいですから、あのぜひ召し上がってください。当たったらね、でもし当たらなかったら立科町のこれね、あそこに行かないと買えないらしいんで、まあどこに行って買わなきゃいけないかまた後で言いますけど、そうこれはだからね、なかなか味わえない本当にね貴重なリンゴジュースなんですよ。これねユースト見ます、これね、これです。色違うでしょこれだって。あのね、普通ストレートでもあのあんまり言うとあれかな、ビタミン C とか入ってるのもあるんですけど、これね本当にリンゴだけなんですよ。他に何も入ってないんです。だから賞味期限もあの割と短いですし、でもう開けたら早めに飲んだ方がいい。でもすぐ飲んじゃう。これうち昨日あのスタッフで申し訳なかったけど2本ねペロッと飲んじゃいましたからね、 3,4 人でね、あっという間ですから。で何でしたっけ、そのリンゴのジュースが、あー3名様ね、あのストラップ付きですよ、あのシーナちゃんストラップっていうね、これもあの売ってないものなので、まあ、記念にぜひという感じになります。それから、今日は iPad で見てます。大阪の猫にゃんさん、生の大西さん楽しみにしてました。浴衣お似合いです。かりんとうセットお願いしますということで、あの猫にゃんさん本名とあとご住所ください。あのこれだけだとちょっと当たった場合でも遅れそうにないので、あのぜひもう一回くださいね。それからラジオネーム仙台のサークさんですけど、佐久平からの生放送、テスト期間中のためさすがに強行軍では行けず自宅での拝聴です。放送楽しみに聞いてます。でプレゼントはリンゴジュースセット希望ということで、ね、これもエントリーしておきます。それから他にもですね、ちょっとあのユーストをご覧の方にもあれですけど、ね、今の段階でもこんなに来てるんですけど、でも出さなきゃ当たりませんので、あのぜひ振るってご応募いただきたいなと思います。 FM 日立で聞いてくれているまゆさんですけど、ユーストで拝見してます。とうとう長野にいらっしゃいましたね。え、来ちゃいました。で浴衣姿似合ってます。今日はストールがないんですね。さすがにこれでしてたら怪しいだろうという感じで、でもね昨日のねあのトレッキングの時のねあのストールもねスタッフからはね結構不評だったんですけど、まあ私は自我を通しましたけどね、あそこはタオルを巻けと言われたんですけど、いやここはやっぱストールだと、そこは折れませんでしたけど、で、大西さんの目の前にある魚みたいなオブジェは何でしょうか。あ、これまさに魚ですよ。あれでしょ、長野県って鯉が有名だから、これ鯉なんでしょ、これですね、だそうです。僕もあのさっきねどなたかからのメールで知ったんですけどね、なんか鯉国がうまいとかっていう話で来てたんですけど、ね、いやでも鯉はカープだから僕はあんま食べるのは好きじゃないんですけども、まあ応援したいたちなので、はい、なのでそんなことでよろしいでしょうか、まゆさん。長野は鯉の町ということで、はい、でプレゼントはかりんとうセットということで、はい、エントリーしておきます。まだまだお待ちしてます。ファックス番号は今日は FM 佐久平の方でお願いします。0267-65-8880、E メールの方は night@musicbird.co.jp、 night は NITE です。必ず皆さんの住所とプレゼントの希望の方はあのお名前本名を忘れずに書いて送っておいてください。あとあのツイートもね今このように手元で見てますので、まだまだつぶやき大歓迎です。よろしかったらフォローもお願いいたします。では変わっての曲が
9時台最後のナンバーになります。これもまた今日あの名盤から持ってきました、ジョージ・ベンソン、76年のブリージンからお送りしましょう。これまた気持ちいいですよ、アファメーション。この後は一部の地域を除いて、10時からはまたまたここの、公開生放送 FM 桜平からお送りします。でその他の地域の皆さん、また明日というところもあるかもしれませんが、まあ、できればユーストでもやってますので、よろしかったら引き続き、チェックしてみてください。
8月4日月曜日、時刻は10時を回りました。皆さんこんばんは、 DJ の大西孝臣です。今夜は東京半蔵門のスタジオではなく FM 佐久平から公開生放送でお届け中です。この時間からおっきの皆さん、今週もようこそザナイトへ。これまたよろしくです。いやもう今日はね、たくさんの方が本当に9時前からお集まりいただきまして、で好評につき、またナイトキーホルダーもこの後もまだまだ発売していきますので、よろしかったらぜひチェックをという感じで。いやそれにしてもね、本当に空気が美味しいし、で去年来たのからもう早1年かと、いろんな思うこともありましたけど、立品のところは街は天然クーラーで、まあ、さっきも9時台も言ってたんですけど、まあ、とにかくね気持ちの良さで、湿度が低くて、ツイートでいろいろアップしてるんでね、この時間からお聞きの方もよろしかったらツイートね見てみてください。でメール、ファックスもね続々いただいてるので、紹介してまいりましょう。今日実はプレゼントもあるんでね、お聞き逃しのないように。広島尾道で聞いてくれているジャパニーズママさん、大西さんこんばんは、佐久平楽しそうですね。楽しいですよ、浴衣似合いです。トレッキングは楽しまれましたか？足は痛くないでしょうか？これがね意外にもというか、割と真面目に特訓してたので、全然今のところ、もう怖いよね。2、3日遅れで来たら嫌だよね。ちょっと年取ったんじゃないかって話になりますけど、まあ多分大丈夫かと思います。で、リンゴジュース希望ですということで、はい、エントリーしておきます。それからこちらの方もプレゼント希望ですね。FM 日立で聞いてくれているラジオネーム、香里さん、お名前でいいのかな？あ、ごめんなさい、香里ピーチさんだ。オープニングの皆さんの拍手、あと大西さんのノリノリのトークで臨場感が伝わってきます。まあ普段ね半蔵門でやるときは一人ですから、周りに誰もいませんので、やけにテンションは高くないと思うんですけど、今日はやっぱりね目の前にいらっしゃるんでね。あ、で立品といえば、昔白樺っ子のホテルでアルバイトをしたことがあり、ポテチの袋がパンパンに膨らんでいたことが思い出されます。ところで佐久平といえば大西さん、あ、そうそう、この方だ、鯉を召し上がったのでしょうかというね。ちょうど今ユーストでご覧の方は、僕のこのねそばにあるこれ鯉の彫刻なんですよ。あ、ちなみに今日僕がここいるのは普段噴水です。噴水の水を止めて、そこにステージを作って、私今喋ってるんですけど、ユーストでご覧の方そんな状況なんですよ。はい。なので、でプレゼント希望ですけど、かりんとうお願いしますということなんで、はい、エントリーしておきます。改めてちょっとプレゼントの告知しておきますね。今日は23時30分締め切りで、当選者の方は発送をもって発表と変えさせていただきます。今回のこの立品プレゼントですけど、リンゴジュースストレート、これもうむちゃくちゃうまいです。今僕の目の前にあるのがそうですけど、もう色が違うでしょこれ。もうね、もうぜひ飲んでください。そして立品町のマスコットキャラクターのシーナちゃんストラップ、これ非売品です。セットで3名様。それからさっき言ってたかりんとうね、これもねちょっとまた今アナウンスが入りますけど、りんごそば、セットプラス、シーナちゃんストラップ2名様。そして、立品にテディベア美術館ってあるんですけど、そこで私が選んで買ってきました幸福のテディベア、1名様、トータル6名様分ありますので、必ず皆さんのご住所とあとお名前本名を書いて、お送りください。ファックスの宛先がいつもとは違いまして、佐久平の方にお願いします。ファックス番号は 0267-65-8880、 E メールの方は普段通り night@musicbird.co.jp、 night は NITE です。本日23時30分締め切りとなります。お急ぎください。この後10時台後半は、その立品のことはもうね、いろんなこと知ってる。で、僕の今回のトレッキングの師匠と言ってもいいでしょう。観光課のですね、大沢隆秀さん来てもらって、まあ、立品の魅力紹介していきたいと思ってます。では、10時台の1曲目、いつものように、レア音源からスタートしましょう。
さあいつもは半蔵門のスタジオから生放送でお送りしてますが、今日は違います。 FM 佐久平公開生放送ということで、噴水の、ステージの上からお届け中でございます。ありがとうございます。10時台2曲連続おかけしたのは1曲目レア音源です。 80s レアグループクリエーションズ Keep Dancing、 そしてこちらは82年のヒットですけど、お聞きいただいている通りリミックスバージョンです。 D-Train You are the one for me お届けしてます。プレゼントのエントリーも続々いただいております。これはですね、兵庫県 FM ジャングルで聞いてくれている迷い雲さん、お兄さんこんばんは、浴衣いいですよということでありがとうございます。あと前島さん、ハッピーバースデーということでね、今日誕生日だったんですよ。愉快なトークありがとうございました。暑い日が続きますが体調にはお気をつけてくださいということで、はい、気をつけますね。あ、特にプレゼントの希望は書いてなかったですね。あ、こちらでした。プレゼントの希望は岩手県から、ラジオネームがですね、あ、ラジオネーム、この漢字が難しくて読めないなんて書いてるんだろうこれ。ちょっと後でスタッフ確認してくださいね、これね。リンゴジュースとストラップのセット希望ですということで、岩手県欧州 FM、 あ、これはでもちょっと読めないだろう、難しいな。それからですね、ラジオネームトマトさん、長野でいろいろ楽しんだようですね、ツイッター楽しかったです。公開生放送頑張ってください。私もあと10キロ痩せれたら来年は応援に行けるかな。いや、いいじゃないですか、痩せなくたって来てくださいよ。お待ちしております。あ、というか来年やるかどうか分かんないんだよね。それからですね、プレゼントは幸福のテディベア希望ですということで、はい、エントリーしておきます。それからこちらはですね、静岡県から、三島市で聞いてくれている、お名前ひろみさんでいいのかな、リンゴジュース当たりますように、エントリーしておきます。それから、FM 佐久平で聞いてくれているラジオネームゆきちゃんまんさん、これまた久々ですね。もしかして会場にいらっしゃるのかな。あ、ゆきちゃんまんさん、あなたですか。いやいや、どうもどうも、お久しぶりです。本日佐久平にいらっしゃるということで、あ、書いてあった、会いに来ました相変わらずいいお声でありがとうございます。それ今何回してるんですか。あ、カメラ、そうですか。まあ今日自由に皆さんお撮りください、はい、全然 OK ですから。それからね、ソウルサーチャー吉岡正治さんからラジオネームも来ましたよ。吉岡さん、ありがとうございます。で、その吉岡さん、あったあったあった、私が司会です。タスキ浴衣に似合うのにな、かっこ笑い、ロッカーにしまわないでくださいニュースと見つつ音はネットで聞いてますということで、また器用なことをありがとうございます。昨日ジェームス・ブラウンの自伝映画見てきましたという、あ、これまたちょっとそんな話も聞いてみたいですね。吉岡さんも今また忙しいですからね。それからですね、高知のビンボンさん、大西さんのプレゼント、増やしてください。あ、そう、今日はね、ミュージックバードのデザイン部が頑張りました。初めてのナイトのポスターと、あとそこに垂れ幕のような横断幕を貼ってありますので、それもちょっとね、また見てみてください。これゆくゆくはね、ポスターもね、皆さんにお配りできるような時が来たらいいななんて思うんですけれども、それからこれはですね、ツイートで初ツイートですというのは匠さん、大西さんこんばんは、生放送を見に行きたかったんですけど中学生で外出できないので、あー、なるほど、自宅でオーディオで配信をしてます。長野は涼しそうでいいですね、私も行ってみたいですということで、ぜひ今日もね、昨日か、立科 のちょうど女神湖というところで学生さんかなと、まあ、ちょうど今夏休みなんでたくさんのお子さん連れの、ね、ご家族も来てらしたので、本当にいいところですからね、ぜひぜひ遊びに来てください。それからね、これはですね、そろそろ帰宅なんです。あ、札幌の金さん、うん、プレゼント、フィットさん当ててくださいということで、これは分かんないですからね、まあ、当たるように祈っててください。岡山県で聞いてくれている、のすけさん、初めてメールします。長野いいですね、涼しそう、岡山県ムシムシしてます。プレゼントリンゴジュース希望です。美味しそう、ぜひ飲んでみたいですということで、この立科のさっきも言いましたけど、このジュースは本当に僕が今まで飲んだ中でここまでの美味しさ、あとリンゴ以外何も入ってないですから、酸化防止剤とかいわゆるまあビタミン C とかもう全然添加物がない、リンゴだけですから、だからまあ赤ちゃんに、ね、あげてもいいだろうし、当然ご高齢の方でもいいですし、まあ、我々はさっきも言ったように昨日ガバガバ飲んじゃいましたけど本当美味しいんでね、ぜひ召し上がってください。
ということで、プレゼントもう一回紹介しておきます。立品さんのリンゴジュースストレートだけです。これ 100% ストレートです。そして立品町の可愛いマスコットキャラクターのシーナちゃんストラップセットで3名様、それからかりんとうもこれも美味しかったです。食べてみて、これもスタッフと一緒に食べてみてどれがいいかねって迷いながら買ったものですから、リンゴそばセットで、あとシーナちゃんストラップもつけて2名様、それから立品のテディベア美術館、ここも昨日ちょっと行ってきたんですけど、テディベアの数が半端なくありましてね。でそこでプレゼントというかお土産用にもあったので、幸福のテディベア1名様ゲットしておりますので、ぜひエントリーしておいてください。宛先はいつもと違います。ファックス番号は 026765-888 で、 E メールは night@musicbird.co.jp、 night は NITE です。それからツイートもまだまだ大歓迎です。ハッシュタグザナイト THENITE、 アカウントは @DJ 大西です。フォローもぜひということで、では変わっての曲、今日はFM 日立で聞いてくれているラジオネームタモさんからファックスいただいて、実はもう明後日から入院ということなのでリクエストお願いしますと。でしかもまあこれは今月前半の方かなと思ってたんですけど、たまたま偶然今日のセットリストというかプレイリストに入ってたんですよ。この曲いただいておりました。95年のサントラバッドボーイからのヒットチューンになります。ダイアナキングシャイガイ。
さあ今夜は東京半蔵門ではなく FM 佐久平公開生放送でお届けしてます。しかもまあ普段ここね水が出てるところを水を止めていただいて本当にねありがとうございます。はじめまして中3女子ですというのは山口県で聞いてくれている真帆さんでいいんですかね。真帆さん、いつも勉強しながら聞いてます。私の知らない曲ばかりで、なんだか世界が広くなった気がします。ね、でもいろんないい曲いっぱいね聞いてもらって、で来年春は受験なので、幸せのテディベア、幸福のテディベア拝みながら、ナイトを聞きながら勉強したいので当たりますようにということで、ね、勉強もベスト尽くしてください。プレゼントエントリーしておきます。それから、これはですね先週のフライング一家さん、お、はいはい、3歳5歳の娘たちは寝入りに昼寝をさせて夜の見学に備えました。大西さんが目の前で喋っていて感動でした。かっこ噴水のところで笑いですよね。普段ここバーって水出てるんですから。でそんなお二人はフライング一家さんはどこにいますか。あれもういなくなっちゃった。どっかにいますかね。ちょっと恥ずかしいのかもしれないですね。長野を楽しんでてくださいねということでありがとうございます。あ、書いてあった、早々に帰宅して子供たちは寝室で私たち夫婦リビングで聞いてますということで、そうか、もう今日はじゃあ帰っちゃったのかな。それから九州からラジオネームアルパカさんですけど、なかなか最近メッセージ送れてなかったんですけど拝聴できるときは聞いてます。写真拝見しました。大西さんブルーがお似合いでありがとうございます。あと女神子も素敵です。そう、女神子のね、あの凄さというか雄大さは後ほど、これまたねもう達人ですよ。立科町観光課、ね、もう私も本当お世話になってますけど、去年からもう今年もそうですけどね、大沢さんにこの後来ていただきますので、ね、楽しみにしててください。それからゆきちゃんまんさんはプレゼントエントリー住所忘れましたということで追伸できてるんでちゃんとあのエントリーしておきますんでね。それからユースト拝見してますというのは大阪から、徳重、あ違う、茨城の正志さんですね、はい。リンゴジュース希望ということでエントリーしておきます。まだまだお待ちしてます。今夜23時30分締め切りで、発送をもって発表と変えさせていただきます。6名様でもちゃんとね送りますからね。では変わっての曲いきましょう。この曲は81年のヒットとなりました、メイズ、フィーチャリングはフランキー・ビバリー、 Before I Let Go。
お届けするのはこの曲もよくリクエストいただきますランディ・クルフォードクルセイダーズです。ストリートライフ、メッセージさっきあの漢字読めないのがあるって言ったじゃないですか。あのスタッフが今大急ぎで調べてこれはでも読めないよ、ドクロってのを漢字で書いてきたんですよリスナーさんがね、これ読めませんでしたよ、ということでそれだけでした紹介は、はい、それからですね、これは静岡で聞いてくれている清水区の、ラジオネームオレンジロードさん、プレゼント希望幸福のテディベアということで、初めまして大西さん、 FM 清水マリンパルで聞いてますということで、毎日でも聞いてますよということでありがとうございます。それから面白いのがね、あのこちらラジオネームヤスさん、公開生放送ということでこれを機会に初めてメールします。以前は某また怒られちゃうかな、スクールオブロック聞いてましたけど半年前からこの番組聞くようになりました。僕は今高校1年生で番組で流れる曲のことはあんまり分かりませんが毎日勉強しながら大西さんの声と曲を楽しみに聞いてます。あでも本当ねこういうのがねまた嬉しかったりするんですよ、若い人にもっとこういった番組聞いてもらいたいと思ってます。過去笑いこの度番組10周年迎えられるということでこれからも長寿番組になるよう応援してますということで、ね、ありがとう、やすくんかな多分、それから他にもですね、これはですね静岡の M 花さんですね、ナイトユーストリームで見ながらラジオでは曲を聴いてます。ちょっと忙しい感じですが、10時台のファンキーな曲いいですね、D トレイン大好きなんでということで、ね、今日はあのちょっとリミックスでまたかけちゃいましたけど、それからこちら静岡、これも静岡ですね、うなぎさんから、あ今夜もいい音を届いてます。今日はツイッターのみでブログの更新はありませんか、すみません、ちょっとバタバタしてたんで、あのブログは全然やってないですけど週末から、その代わりあのツイートでもうこれでもかっていうぐらいアップしてますんで、いろんなあの大西が見れると思いますんで、しかしあの昼間が似合わない男ですね、改めてね、あのアルパカちゃんとか可愛かったんですけど、やっぱりなんかね午前中の顔は眠そうな顔だったりとかっていろんなことをスタッフに言われましたけど、まあでもねあの気持ちは良かったんですよ、すごくあの空気も美味しかったしね、それからこちら、ラジオネーム愛知県名古屋市の玉熊さんですね、リクエストプラスプレゼント希望、あでそのプレゼントもねあの3種類あるんでどのプレゼントがいいのかもちゃんとあの書いておいてください。この後またねその3種類紹介しますけれどもね、それからですね熊本のくまりんさん、まあ、ぜひくまりんということでテディベア応募当選お願いしますということで、あさっきから結構多いんですけど、あの皆さん慌てて送られてるからかもしれないんですけど、あの必ず本名とご住所も忘れずに書いてあの送っておいてください。広島尾道で聞いてくれている白いタンポポさんからも、ね、お久しぶりです、恋は食べませんとおっしゃった大西さん本物です、当たり前じゃないですか、我らがカープですよ、ユーストリーム見てます、浴衣お似合いです、全身が見えないので一度カメラに向かって立っていただけないでしょうか。そうですか、ちょっと今 はだけってるかもしれないんですけど、相手立つと危ないんですよ、ここじゃちょっと気をつけないと、まあ こんな感じでよろしいでしょうか。あんま面白くないでしょ。はい、ということで以上立ち姿でした。はい、それからですね、これは長崎県から、島原の熊子さん、浴衣姿いいですよね、男性のブログでは見られなかったんですがよかったらアップしてくださいということで、そうですね、またじゃ あの時間があったら、かりんとう希望ということでエントリーしておきます。それからこちらはラジオネーム、あこれも熊本ですね、俵を担いだくまモンさんからいい音届いてます、プレゼントはリンゴジュース飲みたいなということで、これもエントリーしておきますよ、続々いただいてますね、今回本日限定23時30分、締め切りで、発表は発送をもって返させていただきますが、リスナープレゼント立品さんのリンゴジュースストレートです、もう本当にあのビタミン C とか何も入ってないマジイケなしのストレート 100% 果汁になりますと、マスコットキャラクターの、椎名ちゃん、これ非売品です、セットで3名様、それからかりんとうもあのスタッフとこれ吟味して吟味してどれにしようかねって悩んだ挙句これがやっぱり美味しいということで、かりんとうリンゴ味そば味セットで、椎名ちゃんストラップもつけて2名様、そして立品のテディベア美術館の、これは私が選びました、幸福のテディベア1名様ということで、この3種類あるんで必ずあのプレゼントだけじゃなくてどれがいいかっていうのもね、あのぜひご希望の商品書いて、送っておいてください。まあ、本日本当に、ね、あのいつも以上にユーストの方は分かりますかね、こんなにあるんですよ、
こんなに来てて、ね、当たる確率はどうかというところもあるんですけれど、でも出さなきゃね、当たりませんからね。今1枚落ちましたけど、これは佐賀県のいつもくれてるねファックスグッチーさんですけどもね、放送楽しそうです、そんな様子が伝わってきますね。あのユーストでご覧の方もね、リンゴジュース希望です。でもまんべんなくなんか来てますね。リンゴジュース、かりんとうセット、それからテディベアのねクマちゃんもねいただいてますしね、今夜23時30分締め切りです。長野県上田市の西ちゃんとハッピースマイルさん、プレゼントテディベア希望ですということでねいただいてますし、それからこちらはですね、長野ドットノムさんからもね、いただいてます。あ、長野ドットノムさんは住所は別で入ってましたね、これ大丈夫ですね。それから北海道からはですね、ヨーツバサツキさんでいいんでしょうかね、リンゴジュース希望ということでこちらもエントリーしておきます。それから熊本からは、あ、これさっき紹介しましたね、結構紹介したのが今ここにありますね。あ、こちら行きましょう。ラジオネーム静岡のうなぎさん、はい、ご住所お名前ありますね。プレゼントは何がいいんでしょうかね、テディベアですね、エントリーしておきます。さあということでまだまだお待ちしてます。ファックス番号は 0267-65-8880 0267-65-8880、メールはいつもの宛先です。 night@musicbird.co.jp、 night は NITE です。ツイートもまだまだ大歓迎です。ハッシュタグザナイト、アカウントはDJ大西です。フォローもぜひ。さあそれでは変わって、今日はね、あの私と一緒に浴衣で来たらどうって言った初めすんごい照れくさそうに、いやちょっと いいよって言ってたんだけど、やっぱり浴衣にしようかなということで、浴衣で来てもらいました。はい、どうぞ。もうね、この方はもうね、いろんなことをよく知ってる立科町役場観光課、大沢貴秀さんです。まあ実はダブル、この間ゲストでマサという吉岡正春さんと、マサ小浜さん、ダブルマサさんだったんですけど、今回ダブル貴ということでね、ね、ね、この間もでもね、半蔵門に来てもらった時にもリンゴジュースいただいて、あれむちゃくちゃ美味しかったって言って、そして今回また来たら、やっぱりストレート果汁は美味しいですね。そうでしょう、はい。まあ、あの今回、立科のちょうど魅力ね、はい、今ちょうど夏休みでお子さんたちもたくさん来てますけども、はい、もうこの放送機の方にさらにこう、ね、あの知ってもらおうということで、で昨日僕長野に来て、で五泉水自然園で、去年は実は、まあ本当にね、場違いな格好で革靴にジャケット、ええ、そんなんでここ来んじゃねえぐらいの感じだったんですけど、でその格好じゃちょっとあの稜線の滝っていうちょっと奥の深いところまでは行けないよねって話で、じゃあリベンジで来年来れたらいいねっていう話で、したらあっという間に1年が経ちまして、ね、ええ、それで、今回は稜線の滝まで行ってきました。これね、でもね、さすがにあの大沢さんが歩くとき、これ本当気をつけなきゃいけないよって言ってたのが歩いてみて分かったもんね。ただちゃんと整備はしてくれてるんですよ。歩くように道はちゃんとね、整備はされてて、なんだけど急な斜面はあり、アップダウンはあるし、あれトータル、どれぐらいの距離歩くんでしたっけ。トータル、今回は4キロちょっとぐらい歩いたんじゃないですか。しかもそれが平坦な道じゃないから、そうね、だけど言われた通り、僕はトレッキングシューズも買い、トレッキングのシャツも買い、でちょっとね、パンツ買ったらね、それ足が出てるから、長ズボンで着なさいよって言ったのにって言って、でもまあなんとか虫刺されなく、あ、大の大嫌いな、そうそう、大嫌いな虫刺されなかったんでよかったんですけど、ね、でちょうどあそこ入り口のところで杖、はい、あの杖を、あれあそこの入り口なんていうところでしたっけ。ビジターセンターですね。ビジターセンターで杖いらないんじゃないのかなと思ったら、いや持ってった方が楽だよって言うんで、でじゃあ持っていこうかな、杖なんてついて歩いたことないなと思ったら、すっごい助かったの。 あまりのだから、そのアップダウンの激しいところで、あの杖でやっぱりこうね歩くと楽なんですね。そうですね、両足で支えてる部分を、はい、今度ストックでね、うん、分散してあげると
やっぱり負担が。で今回僕はトレーニングしてたんですよ。でミュージックバンドから一緒に行ったスタッフは約プリティ荒木田の時2名いたんですけど、この2名のうち1人はなんだかんだ言い訳しながらかなりへばってましたよね。だいぶへばってましたよね。あえて名前は言いませんがへばってましたけど、でもねちゃんと最後まで歩きましたから。そう、歩き切ったと。 ねでも達成感ってやっぱ気持ちいいんですね。気持ちいいでしょうね。空気はうまいし、で筋肉痛にもならず。まだ出ないんじゃないですか。いやいやいや、ノードです、ノードです、大丈夫ですよ。で昨日はそれで、ね、歩いて、でその後ゴンドラリフト乗り場の近くのロッジに我々は、はい、泊まったんですけど、またここがねジャズがね好きなオーナーの方で、はい、もうねいいジャズがいいステレオスピーカー、スピーカーから真空管アンプ、もう音が全然違って、あれだけでもやっぱりいい音が流れてくると人間ね嬉しくなりますよね。そうですね。であと美味しい食事と、はい、それで一晩こうね立って、で今日は朝からツイートでアップしている通りで、まあ、去年もあった可愛いアルパカちゃんとかねポニーちゃんとか、はい、かなりまだ及び腰ではありましたけど、また次の時はもうぐっと、そうね、近づいて、うん、そうね、さらにね、あと第二牧場だったっけ、はい、お馬ちゃんがいっぱい放牧されてるんですけど、そこの馬をね呼んでくるのが得意なの。他の観光客の人もみんなびっくりしてて、あの人誰何者っていう。そうでしたね。それまでずっと離れてたお馬がこの方大沢さんが行くとこっちに歩いてくるんだもんね。会話してんの、もしかして。会話してないですけど、気持ちが通じ合ってるんじゃないですか。通じてんの、不思議でね。でもつぶらな瞳がまた可愛くてね。可愛いです、ね、とっても。で今日はそういったポニーちゃんとか見つつ女神湖行ったんですよ。で前回は私はトンボだっけ、アメンボ、ごめんアメンボだ。ごめんなさい、トンボじゃない、アメンボだって。そうアメンボ、空飛んじゃいます。いやアメンボ乗って大変だったんで、今回はまあ大勢で乗ったらどうかということで、あれ何でしたっけ、アヒルちゃん、違う、スワンボート、スワンボート全然覚えてねえだろっていう。スワンボートを6人で乗ったんですよね。5人だよね、あれ。そうだ、5人だ、5人だ、5人です。今別にわざとボケたわけじゃないですけど、そうそう。でこれ結構でもね30分ぐらいは、そう、一周して30分ぐらいでしたね。ですよね、でもね女神湖がやっぱりすごく綺麗で、水が澄んでるしね。そうで、よくよく見たらなんかパワースポットになってるんでしょ、あの辺り。ゴンドラ降りた上、にある幸せの鐘、はいはい、恋人の聖地に設定されていて、そこに御柱とかの、うん、御柱で使った御神木とかがあるので、パワースポットっていう格好で PR はしてます。今全国にいろいろと、ね、パワースポット話題になってますけど、はい、まあ、だからそういうパワースポットにもなってるし、もちろんね、さっき言ったように自然の中歩くと自然のエナジーを感じることができる。そうですね、これも一番体感したらね皆さんも多分分かると思います、というのはやっぱり普段本当に僕は半蔵門界隈ね来て分かる通りアスファルトのところだから、そうあんまり天然の土がないので、土も木も、まあ、あ若干あるけど、あれは植えたもんだからね。そう、まあ、長年ねあるものじゃないから、自生のものじゃない、だそういうのをやっぱりこう1年ぶりに肌で感じるとやっぱ違うなっていうのはありましたんでね。でまあ、今日はそんなことで昼間は蓼科のオムレツライス、去年もいただいたやつ、はい、オムレツライス、ここでね卵が用意できるかどうかっていう話でね、卵はスタンバってることはできてるんでしょうか、青い卵、忘れてたね。さっきから目線送ったんだけど、はい、実はね去年も言ってた青い卵、青みがかった卵がすごく今話題になってて、まあ、これはテレビの方もなんかねこの間取材が入って、そう旅番組で去年の夏、テレビ番組、まあ某テレビ東京というところなんですけど、そこが全部言ってるじゃん、あそこ、旅番組ではやっぱりすごい人気があるから、それで結局お客さんがすごい増えちゃって大人気商品にさらになっちゃったんですよ。そう売り切れた時、でそれはね今日も僕もまた食べたんですけど、やっぱり卵の味が濃いんですよ。これがねもうたまらなく、あれ1個のオムライスに3個ぐらい 2,3 個使ってるんでしょあれ。そうです ね3個だったかな、たっぷりぷりなんですよこれが。で今ちょっと手元に来ました。そうこれなんですよ、見てください。まあ長野の方はご存知だと思うんですけど、これね色つけてるわけじゃないんですよ、こういうので生まれてくるんですよ、ブルーなんですよ、ちょっとブルーがかった。ユーストの方見えるかどうかあれですけど、気持ちわかります、はい、こんな感じで
こういうのが、まあ、これも実際ね、あの現地では売ってますもんね。はい、女神湖で売ってますので、うん、女神湖で販売してますし、だからお土産で買ってってもいいですしね、はい、これでね、だから卵焼きとかオムライス作ったらそれうまいだろうと。でまたここのシェフがね、もうトロトロ具合がまたね、いい絶妙な、ね、たまんないですよね、加減なんですよ。で気がついたらなんかカレーバージョンも今日できてたんですよね。そう、あの普通のビーフカレーがかかってる、バージョンと、はい、ブラックカレー、あなたが食べたブラックカレー、そう、うん、ブラックカレ ー, カレー、黒いカレーがなんか黒、黒、今日も黒なんだけどね、なんだかあれですけど、黒が好きなの。黒いいですよね。いやいいですよ、いいですよ、ブラック僕も好きですから、でまあこういうね、あのランチもうまかったし、でこれからのシーズン、実はまあ我々は明日でね帰っちゃうんですけれども、はい、来週月曜日はその女神湖でまた盛大な花火が行われるということで、これまあ毎年恒例なんですよね。そうですね、8月の11日、これいつの、2年後だったかな、山の日になるんでしたっけ。来年祝日になるんですよね、再来年、ええ、山の日ということで、ますますね観光客の方もいらっしゃるんじゃないんですか。そうですね、いいか、あの期待してるんですけど、ね、当日はだからもう花火見て、まあ、花火の前にだからまあできればその、ね、僕らがいただいたオムレツライス、はい、うん、これもあのいろんな和風バージョン、洋風バージョンでカレーバージョンがあったり、ブラックカリーもありますから、その辺ちょっと召し上がって、あとあの辺散策していただいて、で夜は花火でっていうのがね、一番いいコースじゃないですか。そうですね、ご家族連れ、1日かけての観光、まあ、男性女性同士でもいいですし、お友達同士、あとカップルで、はい、ね、今日も見てたらやっぱりあのカップルの方もたくさんいらっしゃいましたよね。いらっしゃいましたよね、うん、あとでもお子さんも多かったね、子供さん、そうですね、まあ、あのスポーツ合宿もやってたりするんで、そうですよね、サッカーとかね、はい、うん、なんでね、いやでもね、1年ぶりに来て昨日から今日にかけていろいろと見て回って、改めてやっぱ自然が豊かだし、はい、空気はうまいし、で東京なんて今日ニュース見てたら気温が35度近くあって、湿度 70% 近くあって、歩くの大変かなっていう、明日帰ったらこのギャップがまたね大変でしょうね、体が慣れるまでね、ちょっとあれかもしれないんですけど、だからまあ本当に避暑地とはよく言ったもので、うん、ね、天然クーラーだって、あの僕ここ来るまでその泊まるところにクーラーがないって聞いてどうしようって本当に一生思ったんだけど、だけど実際ねクーラーの必要もなかったからね、そういらなかったでしょ、いらないですね、日中も、日中もね、窓を開けてれば涼やかな風が入ってきて、そうなんです、そよ風が気持ちよかったり、小鳥の、あと鳥もね結構あれ僕種類分かんないけど、あれ何種類ぐらいいるんだろう、野鳥って、ごめんなさい、35ぐらいぐらいいるのかな、うん、でこう例えば移動してる最中その車とかでもね、こう一瞬とかでもこうね野鳥の声が聞こえてきたりするんですよ、しかも結構車の近くで、そうそうそう、聞こえたり、歩いてる歩道のそばで聞こえたりね、うん、僕は普段だからそんな鳥の声なんて気にも留めないし聞こえもしないけど、うん、でもあって聞いてみるとやっぱり、あ、果てしなきたねっていう感じになるんですよねなんでまあもろもろ詳細はあのホームページにもいろいろねアップされてますよね。そうです、載ってますので、まあ、とにかく果てしな町といえば大沢ですからそうなんですか、観光家といえばもう大沢ですからこの方はね、もうね、今のように全然台本に書いてないことを振ってもね、パッと答えるんですよ。これがやっぱりね、何でも知ってらっしゃるっていうところで、で今回はあのリスナーの方にプレゼント、さっきから言ってるこのリンゴジュース、はい、これもだからね昨日ごくごく高いのにね2本も開けちゃったりして、ね、でさっき言った通りこれねリンゴ 100% 本当にねあのビタミン C とかそういうねあのものが入ってないリンゴだけですから、これ立科町ですよね。そうです、立科町で採れたリンゴを立科町にあるなんですよね、ところで作ってます、はい、なのでこれをと、あとあのマスコットキャラクターのシーナちゃんの、ね、ストラップ、これ非売品です、あのそれセットで3名様、あとかりんとうセット、これもねスタッフと吟味して買ったやつですから、はい、もう味わってください。りんごそばセットで、これストラップをつけて2名様、そしてテディベア美術館、そんなのもあったんですね。あるんです、これも僕知らなかったですけど、これだからね女性とかはもうすごい喜ぶんじゃないですか。喜ぶと思いますよ、ね、幸福のテディベア、1名様ということで6名様あります。必ず皆さんの住所とお名前名義の上、お送りください。ファックス番号は 0267-65-888 で、 E メールは night@musicbird.co.jp です。ということで、まああっという間でした。またあっという間でしたねそうですね、またぜひでも東京にも遊びに来たら教えてください、はい、そうですね、でまた来年来れたらいいななんて思いつつ、はい、お別れのお時間でございます。ありがとうございました。
この時間のゲストは、もうこの後もぜひ頑張ってください。立品町観光課大沢貴秀さんでした。ダブル高でした。拍手ありがとうございました。これ今喋ってると大変でしょ。あ、いや無言だと大変でしょ今ね。はい、ということで、じゃあ変わっての曲がですね、もうね本当今日ね、いつも大沢さんすごいでしょこれ。大変メールファックスが来てて、私の台本がどっかに行っちゃいました。台本というか、まあ曲のあれがどっか、 ありました9時台、明日10時台最後のナンバーです。これまたね、あのおしゃれなナンバーですよ。こう目を閉じて聴いてると、こうなんかね、ドラマティックですごく気持ちよく聞こえると思います。テリー・ロナルド、 What the Child Needs。この後は11時からは54ということで、でその間は昨年同様、皆さんとあの写真等撮れたらいいなと思いますので、ご希望の方はあの私この噴水から降りますので前の方にいらしてください。
お送りしたのはアイズレブラザーズ、今日はリミックスでビトゥイン・ザ・シーツでした。まあ、普段あのビトゥイン・ザ・シーツも番組でよくこの23時台かけてますけど、このバージョンもまたね夏っぽくて僕はこの時期いいかなと思うんですけれどもね、いかがでしょうか。さあそれでは今日はですね FM 桜平から公開生放送で、お届けしてますザ・ナイト、メール、あのファックス、まあ、ツイートもそうなんですけど、本当に皆さんもうねあのなんだっけユーストリームご覧の方はこんな感じなんでしょう。ありがとうございます。続々いただいてますけどもね、これはですね北海道 FM イルカで聞いてくれているラジオネーム、これはですねラジオネームがないですね、コータさんでいいかな、コータさん、先ほど自宅に帰りました。今日はデータ集めのためネットカフェに寄ってからの帰宅です。最後まで聞きます、ラジオネームだけでも紹介してくださいということで、あラジオネームがないもんね、コータさんでいいのかな。プレゼントはリンゴジュースということでエントリーしておきます。それから静岡ボイス Q で聞いてくれている伊豆の国市、ラジオネームラズベリーなのでさん、あラズベリーなのでさんね、はいはい思い出しました。プレゼント希望でよろしいんですね、立品のリンゴジュース。いやでもまんべんなく来てますね、リンゴジュースにねかりんとうセットにテディベアのね幸福のぬいぐるみかわいいの、それから初メール、これは、ミカさんですね、ラジオネーム初めてメールします。今日は両親が桜平で生の大西さんの声を聞いてます。あじゃあもしかしたらここにいらしてたのかな、もう時間的に遅いからねあの帰られた方もいるかもしれないですけどもね、お母さんが大西さんのファンなのでお邪魔できてよかったと岐阜からメールしてみました。日頃は何かと忙しい、ミキちゃんとマーちゃん楽しんできてねということで、ね、いいねあのご家族じゃないですか本当に。それからこちらラジオネーム熊本からはですね、熊本のラジオネームないですね、公開生放送おめでとうございますということで、入ってますね。それからこちらはブルー湘南で聞いてくれているラブチェリーさん、浴衣姿がイケてます、桜平からもいい音届いてます、ユーストリームでライブ見てますが大西さんが お仕事してる姿初めて見ました。普段仕事してないみたいじゃないですか、ちゃんとあのこのようにねガラケー見ながら一生懸命ねパタパタとやってるんですよ。普段はね今日はあの僕喋るだけですけど、普段は目の前にね卓があってこうね CD をかけたりなんだりやりながらやってるわけですよ。それからですねリンゴジュース希望ですというのは、ラジオネーム名古屋のひちょりさんですね、それから都内の自宅で聞いてくれているフラジーさんからも、プレゼントはかりんとうセット希望ですということで、ここでもう一度最後に言っておきましょう、あのこの23時台からお聞きの方もいるかもしれませんので、まもなく23時30分締め切りです。今回本日限定で、立品のリンゴジュースストレート、本当にこれマジ実験何もないです、ビタミン C とかも入ってません、ストレートです本当に。それとあのマスコットキャラクター立品のシーナちゃんストラップ、セットで3名様、それからかりんとうセット、リンゴそば、これもね吟味して買いました、そしてシーナちゃんストラップ、これセットで2名様、それから立品のテディベア美術館の幸福のテディベア、これも私があの厳選の中でこう選んで選んでの1名様ですということで、以上6名様プレゼントとなります。まもなくあと6分で締め切りとなりますので、皆さんのご住所お名前書いて、ファックスは桜平の方になります 0267-65-8880、 E メールの方は night@musicbird.co.jp、 night は NITE です。というわけで、あともうちょっとですね、ではもうこの時間からはメローなナンバーしか書けません、用意しててください。おかけするのはエクスパンションからの一曲です、オーティス&シャーク、ジャーニー。
2曲連続おかけしたのは、まあ、よく番組でも紹介しているノーマン・コナーズ、ユア・マイスターシップ、そしてフィニス・ヘンダーソンのこのラバーズもこの時間いいですね。お送りしました。さあ今夜は FM 桜平から公開生放送でお届けしてます。この時間今11時23時39分を回ってますけど、通常の公開生放送ってこんな時間やらないんです、とかやれないんですよ。人がね、なかなか集まると難しいからなんですけど、この時間まだたくさんねいらしてくれてる、どうもありがとうございます本当にね。いや大感激ですよ。でね、今隣にうちのミュージックバードのスタッフがパソコン持って出てきたでしょ。これなんで今出てきたかって言ったら、実は いっぱい用意してたんだけどインク切れを起こしまして、メールをもうねプリントアウトできなくなったんで、もう直接ここで見てくれということで今ここにいるんですけど、本当にね、でもね、こんなにねまだまだたくさん来てたんですけどもね、ありがとうございます。でなかなかもうね全部も紹介しきれてないんですけれども、愛知県名古屋市の、さゆりさん、リンゴジュース希望です、お兄さん頑張ってください。それからさっきねこの会場にもいらしてた、にしちゃんとハッピースマイルさんね、ありがとうございます。メールもいただいてね。それから、他にもですね、リンゴジュース希望多いですねというのは、熊本のスパッティフィラムさん。だってこれはね一度はね皆さん飲んでいただきたいですよ。何回も言いますけど、僕今までいろんなリンゴジュース飲みましたけど 100% 果汁、これはね本当に冗談抜きでリンゴだけですから、ビタミン C も何も入ってなくて添加物なしですからね。それからね、かりんとももちろんねスタッフで吟味したあれですけども、そんなかりんと希望というのは岡山県の、岡山の陽子さんからもねいただいております。それから三重県名張市からは広ママさん、リンゴジュース希望です。初めて動く大西さん、ユーストリームで見て感動してますやっぱり動いてるのと普段声だけのとまたイメージがね違ったりもするのかもしれませんね。こんな感じなんですね今日はね、はい、ありがとうございます。それからラジオネーム、あ、ベイビーフェイス大好き磯地の母さん、テディベア希望ですということで、それからラジオネーム鉄砲玉くんですね、あ、鉄砲玉さんだった、浜松からありがとうございます。楽しい様子が生で拝見できて、今は何でもできるんだなという感じで楽しんで聞いてます、見てますということで、かりんとうセット希望です。他にももうね紹介しきれないぐらい今日もいただいてますね。水戸市のチュヌーピーさんチュヌーピーさん、大西さんベイビーフェイス見に行きますか。ベイビーフェイスね9月ね来るんですよ。これねどうにかね都合がつけば行きたいなと思うんですけどもね。それから、あ、今日ねこの会場にも来てくれてた FM チャオのチャムスさんね、メールもありがとうございます。それから、あ、こちらはですねラジオネームリンゴ、あ、こちら紹介したやつですね、クマリンさんとね、ということでこれはもう読んだやつです。もうね今日だからすごいこのメールのねバタバタ感が伝わってて、こっち今読めるやつはどれでしょうか。ん、あ、千葉のシェリダンさんありがとうございます。それからどれだ、あ、広島のナルヘイパパさんね、ありがとうございます。会場にいらっしゃる方々が羨ましくて夏の良き思い出になるでしょうねというね、いや私も今もうなってますもん、この時間にこれだけの方がねまだ残ってくださってます。あとツイートもねいただいてて、こちらもねなかなか紹介しきれなくて、これ誰だ、春 X さんでいいのかな、大西さんの浴衣番頭さんみたいって書いてますけど、番頭さん時代劇を見てるかのような、そうですか。それからですね、あ、サイン会もやってんですかというのもありますしね、そんな感じで、はい、もう時間が時間なのでそろそろ曲に行かなくてはいけなくなったんですけど、またありました、ありました、まだまだメロにお届けします。今新作も出てるんですけど、まあ、ちょっと前の作品になりますが、この曲もまたねメロないいナンバーです。トレイソングスガタゴー。
トレイソングスに続いておかけしているのはメアリー・ジェムライシハッピーエンディングス、まあ、いよいよエンディングがもう近づいてきた感じですけどね、ツイートでもメロな時間が特に好きという感じなんでしょうか。セントラルさんツイートで、それからザラメアット、モコネコさんからもいい音届いてますと、これはまさにあのツイート一言ですね、つぶやきということで、それからメールでもね、さっきのラブチェリーさんからもね、大西さんはいつもブログの写真でしか見たことなかったから、動く大西さんがお仕事してる、仕事をしている姿初めて見たという意味だったんです、誤解しないでくださいということで、あ、大丈夫ですよ全然。それから誰ですか、ラジオネームモノレールタマさんから、今日は仕事で23時から聞いてます、本当は桜台に行こうかと思ってたぐらいなのに残念無念です、リンゴジュースが当たりますようにということで、さっき23時30分に締め切りましたので、その、ね、前にいただいてるんで大丈夫ですよ、その他本当にたくさんのメールファックス、ね、あとツイートもありがとうございました。今夜は半蔵門のスタジオではなく JR 佐久平駅1階の FM 佐久平特設ステージからお送りしてきましたザ・ナイト、お楽しみいただけましたでしょうか、いや本当にでもね、ありがとうございます。まだこれだけの方が、ね、いらっしゃってるっていうのはね、本当にね、この時間の公開生放送ってありえないんですけどもね、またありえないことを2年続けてやったので、また来年もねできたらなというふうに思います。で本日はプレゼントね6名様ご用意してます、こちらの方はちょっと時間の関係上、発送をもって発表と変えさせていただきます、当たった方はもうぜひね、それから外れてしまったという方は立品に来て美味しいジュース、その他もね現地で召し上がってください。やっぱり現地に来てその場の旬のものを食べるっていうのもすごく贅沢ですしね、この時間はだいぶこのフロアというか涼やかになってきたというか、一時ねすごくライトもね暑かったんですけど、もうだいぶ快適になってきました。快適になってくるともうお別れの時間ということになる、まあ大体そんなもんですよね、ちょっと名残惜しいんですけど、明日はまた東京半蔵門のスタジオから、皆さんに極上サウンドをお届けするということになります。今日いらっしゃる方、この後じゃあ皆さんで一緒にまた写真撮りますかね。はい、今ラジオの前でお聞きの方もね、もしまたねこういう機会があったら可能な限り参加していただいて、また一緒にいい思い出作れたらなと思います。というわけでザ・ナイト FM 佐久平から公開生放送、今夜はこの辺でお別れとなります。本当にありがとうございました。お相手は DJ 大西高美でした。明日もあなたと夜と音楽で。